ボールベアリング軸受けとは、機械要素の一つで、回転や往復運動する相手部品に接して、荷重を受け、軸などを支持する部品である。英語のベアリングをカタカナで表記したベアリングを使うことも一般的である。ベアは支える、担うという意味で、ベアリングは支えるものという意味。軸を正確かつ滑らかに回転させるために使用される。摩擦による、 エネルギー損失や発熱を減少させ、部品の焼き付きを防ぐことが求められる。輸送機械をはじめとして、各種機械に多用されるが、それに限らず回転する部分がある機器には必ず存在する。幅広い機械製品で利用され、不可欠な部品のため、機械産業の米とも呼ばれる。2018年の世界出荷額を日本経済新聞社は、 約4兆2600億円と推計している。企業別シェアは、主位の SKF が16.5%、2位のシェフラーが15.6%。3から5位は、日本企業が占め、日本成功、NTN、JTEC とで、世界市場の4割近くを占める。俗に、メタルと呼ばれる滑り軸受けや玉軸受けや頃軸受けなどの転がり軸受けなどがある。 同レ令軸受けの最古の実例としては、古代エジプトの絵に火起こしに軸受けを使っている様子が描かれたものがある。ネミコのローマ船。古代ローマ時代、皇帝カリグラによって建造された巨大な船が、固帝の泥中に沈み、酸素が立たれ、保存状態になり、20世紀に発掘のために湖の水を丸ごと抜いたところ、1900年もの時を経ても、 良い保存状態のまま出てきた。その船はもともと湖面に浮かぶ宮殿や神殿として作られたもので、戦場に庭園があり、その庭園には女神像が置かれ機械仕掛けで回転していたのだが、その回転テーブルに木製ボールベアリングが組み込まれている実物も固定から出てきた。復元された時空家の最古の例としては、共和制ローマ時代、ローマ皇帝、カリグラの最初の特許は、 1794年、カーマーゼンのフィリップ・ボーンが取得した。世界初の実用的な頃時空受けを発明したのは時計職人のジョン・ハリソンで1740年代中頃に H3 という時計を作った時のことだった。この時は非常に限られた振動的な動きに対する時空受けだったが、後にハリソンは完全に回転する時空を固定する時空受けも作っている。 玉軸受けに関する最初の特許は1869年8月3日、フランスの首都パリの自転車職人ジュールズスリレイが取得したものとされている。この軸受けは1869年11月に行われた世界初の自転車ロードレースで優勝したジェームズ・ムーアが乗っていた自転車に使われた。フリードリヒ・フィッシャーは1883年、 同じ大きさで深淵のボールを製造できる機械を開発し、これが時空受け製造の産業家に一役買うことになった。19世紀の発明家、ヘンリー・ティムキンは1898年に遠水頃時空受けの特許を取得した。翌年、その発明品を製造するための会社を起こした。その会社はティムキンカンパニーとして時空受けを中心とした各種製品を販売している。 現代的な自動調信式の玉軸受けは、軸受け製造企業 SKF のスベン・ビンクビストが1907年に開発し、スウェーデンの特許第25,406号を取得している。エーリヒ・フランクは1934年、ワイヤレース式の転がり軸受けを発明し、特許を取得した。彼は接触面積を可能な限り小さくすることに取り組み、 それを軸受けを囲んでいる部分にまで適用した。第二次世界大戦後、彼は、ゲルハルト・ハイドリヒと共に、フランクハイドリヒケジーという会社を創業した。円水頃、軸受け初期のティムケン式円水頃軸受け、ノッチ付きローラーを使っている。初期の滑り軸受けと転がり軸受けは、木材で作られていたが、セラミックス、サファイア、ガラスなども使われる。 最近では、銅、聖銅などの金属、セラミックス、プラスチックなどもよく使われる。腕時計などでは、時空受けに複雑な機構を使えないため、合成コランダムなどの高度が高い宝石を使って、摩耗を防いで精度を維持している。いわゆる、石数は、時空受けとしての宝石数を意味する。古い材質でも高い耐久性を示すことがある。例えば、古い水車では、 木製の軸受けが使われているが、水が冷却と潤滑の役目を果たすため、今も機能し続けている。今日では、超高速回転用軸受けが歯科用の機械で使われたり、航空宇宙用ベアリングが、マーズエクスプロレーションローバーで使われたりするなど、軸受けは様々な用途で使われている。ありがとうございます。